こんにちは、ゆうりです。はい。それでは今日はですね、昨日の、四大陸直前カナダ順位予想の補足説明いきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、アイスダンスって面白いみんな。昨日のさ、動画にさ、いっぱいコメントありがとうございました。ありがとうございました。で、あといいねもいっぱいいただいてありがとうございました。そう、それでね、なんかそのコメントの中で、なんかゆりさん、ラジオラグ今季点数出すぎだと思いませんかっていう人と、あとね、カロリーナ・パナマレンコにカナダに勝つとは思えませんみたいな、あの、推しとは言えみたいなのコメントがあって、で、あ、これについてちょっと説明をしようと思って、でね、なんかいろいろまた調べ直したわけですよ、このアホみたいに、はいはい、アホみたいに。でちょっとまとめたので、はい、これをですね、今から話していきます。はい、30分はかかります。で、私夜中中何やってんだろう、夜中中こんなことって思いながらやってたからね。これベトナムですよ皆さん。ね、バカだよね。海外来てもずっと調べてるっていう。そうでね、まずはあのなんか今期のその最近のアイスダンスがヨーロッパ VS アメリカになってますよっていうなんか話のことから話していくんだけど、今回は今回のカナダイがなぜ、6位から4位までに入る可能性があるかって、北米開催なのにっていうのを、説明するための、に、まず話したいのは1個目はその前提条件、ね、前提条件がありますと。前提条件が3つありますと、はい、でその次に今期の傾向について話していこうと思います。で、この前提条件はアイスダンスってこういう競技ですよっていうのがまず分かってもらえてないと、この なぜ私が4位だとか6位だとか言ってるのかが分からないと思うので、この前提条件をまず話していくんですけど、見てほしいのがまず、アイスダンスは相対評価であるっていうことなんですよ。はい、これを最もよく表しているのが、今回の、直米図のごめん、全米選手権の直米図の昨日話す91点ですね。これも昨日のちょっと繰り返しになるんだけど、これはもう大前提、四大陸で絶対ギレス・ボーリエには負けねえぞっていうための、何まあ、ドヤの、何アメリカナショナルの、何あのプレなんだろうね、あのチョックベース上げてですよね。そうで、これがなんでわかるかと思うと、直近のグランプリファイナルの手数出しとくから、それと比べて見てもらったらすぐわかるんだけど、ギレス・ボアリーとチョックベース、85点台でめちゃくちゃ僅差でなんですよ、リズムダンス。なんか本当にちょっとだけ負けてんの。でも85点台のさ、ジョック・ベイツがさ、全米で91点台って何が起こったんやみたいな感じじゃないですか、ね、4回転アクセル決めたんですかみたいな話ですよ。でも前から言ってるけど、そう、4回転アクセルみたいな大技とかがあるわけではないので、アイスダンスにはそうなんで、プラス6点とか本来は起こりえないんですね。だからこれはもう圧倒的に全米上げてるんですねみたいな、まあ、何四大陸対策で特別に点数上げましたよねっていうことがこれで分かると思うんですね。でこれに引きずられてグリーンパーソンズの 81.78 っていう点数が出てるわけですよ。だってさ、1,2,3 ってした時にさ、ホワイトベーカーがもしここで出てたら85とか86とかって調整できるんだけど、いないから、グリーンパーソンズが70点台だったらめちゃくちゃ開きがあるじゃないですか、1位と2位の間にね。だからちょっと上増ししてるみたいな、グリーンパーソンズ。ね、わかる。
これがあの何、まあ、アイスダンスって相対評価なんだぞっていうことの最も多分今回すごくいい例でしたよね。もうなんかみんなに分かりやすいいい例を作ってくれてありがとうって感じですよ。もうだから本来はもう90点出るようなところでまではまだ直別行ってないので、まあ80点台よく出ても80点台後半ぐらいなんじゃないかなっていう感じですね。はい、これがまず前提条件の1で、前提条件の2が、これがアイスダンスの歴史に関わることで、でもうここも長いのよ、もう話したらもうでコメントにコメントを返したんだけど、その時に返す時に長い文章を作ったから、それこれ夜中ね、夜中に返してから作ったから、それを概要欄に文章をそのままピンって貼り付けとくから、もうあの読んでこれね、アイスダンスの歴史もそうだし、フィギュアスケート全体の歴史と言っても過言ではないけど、ちょっと何さらっと話するね。はい、アイスダンスはそもそもヨーロッパのものだったんですね。で、1990年代はその中でもロシアが強くて、ほとんどの表彰台、世界選手権の表彰台をロシアが1、2とか、1、2、3とか、独占してる状態なんですよ。で、それ以外でも表彰台に上るのは90年代はほとんどヨーロッパの選手です。北米の選手はいなかったわけです。で、2000年代から北米が大、94年ぐらいですね。94年ぐらいのに、長野オリンピックじゃない、94年じゃない、98年だ。98年の長野オリンピックの時に、ボーン・クラーツが初めて、カナダのボーン・クラーツが初めて4位になって、オリンピックで。4位になって、そっから98年か。だから2000年代になってから北米が台頭してき始めるんですね。カナダのシェイリン・ボーン、ボン・クラス、後に続いたのが同じカナダのヌブレイ・ローゾン、今のモントリオールチーム組のコーチです。はい。で、この二人を筆頭に北米が強くなってくると同時に、そう、マリーナ先生が育てたベルビン・アゴストが、この2000年代に台頭してくるわけですね。で、カナダ、アメリカと今揃いました。そして、これが、それでもまだヨーロッパとこう、北米ヨーロッパ、北米ヨーロッパってこうなってる最中。でもまだやっぱりヨーロッパ勢の方がトップ10内の県なんで、ないんで言ったら北米チームよりヨーロッパ圏の方が世界選手権のね、世界選手権のトップ10で言ったら、まだヨーロッパのチームの方が全然多いっていう時代です。その頃は。まあ、唯一その3組とか4組とかが、北米でも割と頑張ってるかなっていう時代。で、これが圧倒的に北米にガラッて変わってくるの、変わるのが2010年の、はい、バンクーバーですね。バンクーバーから。これにの衝撃的な出来事が1個あります。もちろんバーチューモイヤの金メダルは、もちろんその、すごいことなんだけど、バーチューモイヤはさっきのベルビン・アゴストと、同門で、それより前からね、バンクーバーの前から結構上に上ってた、ランキング上に上ってたカップルだったんですけど、バンクーバーで一番の衝撃的な出来事は、金メダル候補であったロシアのドブニナ・シャバリン、はい、これに、アメリカのデイビス・ホワイトが勝ったことなんですね。で、ここで一気に時代がヨーロッパの、アイスダンスはヨーロッパの時代から北米の時代に移るんですよ。こっから、デイビス・ホワイトと、デイビス・ホワイトとバーチュー・モイヤが二強の時代に入ります。2010年以降ですね。そう。だから、そのね、どうしてにそのメリチャリが勝ったかみたいな話を、ね、私去年の4大リーグの時に、ね、撮った動画でしてる。いい動画だったみんな自分でそうとか思いながら自分の話にうんうんって言ったからねなのでそれを下に貼り付けとくので、それをね詳しくこういう理由で北米が台頭したとかっていうのはその動画で話してるんで、それを見ていただきたい。で、こっからバーチュー・モイヤ、デイビス・ホワイトの、時代が、で北米がねどんどん台頭 してきて、で、ここの時に、その、
後輩ですよね。デイビス・ホワイトの後輩である北米のチーム、バーチュー・モエの後輩である、カナダのチームたちがどんどん成長していって、そう、選手の層が厚くなっていて、今の言ったら北米が強いですよっていうベースが築き上がるんですよ。でもそれは2010年以降だ、たったここ10年の話だ。それより前はもうほとんどがヨーロッパのチームだったんですね、アイスダンスは。でここのベースにがあって、北米二強時代ですよ、言ったらカナダかアメリカか、カナダアメリカかに割って入ったのがモントリオールの、そう、パパシゼです。若くして彼らは金メダルを勝ち取ったら取って、そっからずっと、ほとんどランキング落とすことなく金メダルを維持し続けます。そしてこのフランスの、しかもなんかコーチが面白いよね。北米カナダの、まあ、さっき出たマリー・デブレール・パトリス・ローゾンですからね。今のモントリオールチームですね。面白いね。だからね、パパシゼはフランスのカップルでありながら、カナダとの愛のこととも言えるんですよね。教えてるのが彼らだから。ね。だからヨーロッパのチームでありながら、ヨーロッパのバックボーンを背負いながら、技術的にはどちらかというと北米っていうのがこれの面白いところなんですけどね。で、それとここね、引っ張ってきたのがギニアルファブリーですね。今季回金メダルグランプリ、ロシアユーロで、ロシアで、ユーロヨーロッパ選手権のなんだ、フィンランド大会がで優勝したギニアルファブリーと熾烈なカツラボフ、ロシアですね。この3組で、この3組と北米の今の、直米ツ引退した、出てこない名前はすぐ出てこなくなるのよ、年だからねアメリカのね、カップルねとか、カナダの、ギレス、今のギレス・ポワリエとか、ハベル・ダナヒューだ、うん、ハベル・ダナヒューとか、はい、で、まあ、バーサス、北米バーサス、ヨーロッパっていう時代が、今、まさに今、北京オリンピックの時だったっていうのが今のお話で、で、その水面下で実は東洋人の台頭が始まってるんですよ。それが、2015年の、渋谷兄弟が初四大陸でメダルを獲得します。でそれに続くのが2018年のかなちゃんとクリス、はい、もちろんこの時オリンピックイヤーだったので、あの出てるカップル云々の話 はありますが、2018年のかなちゃんとクリスがメダルを獲得して、でもう、渋谷兄弟は、言ったら東洋系だけどアメリカ人ですよね。でもカナちゃんとクリスは、まあ、クリスはまあ国籍がある、あれ、まあ、国籍を獲得してるけど、まあ、がっつり東洋人だけど、日本人、東洋人初めてと、初としてカナちゃんはメダルを獲得したわけですよ。でこれ、この後に、中国のワンリュウが、まあ、言ったら東洋系を引っ張って、2022年にはついにカナダが、四大陸で銀メダルを獲得するというのが、今のアイスダンスの流れなんですね。これアイスダンスの話ね。だから、アイスダンスの話で、そうなって、これをね、ちょっとシングルに当てはめて考えてほしいんですけど、シングルスって、もう今から30年以上前の話なんですけどね、みどりさんの話からするよ。はい。伊藤みどりさんが、もう、言ったら東洋人としては異例のメダルを取りまくるわけです。ジャンプ、トリプルアクセルという難しいジャンプを武器に。で、でもそこまでは、まあ、日本人はおろか、東洋人にとってメダルって結構すごい遠かったんですよ、シングルスでもね。でも、みどりさんに続いて荒川静香さんがトリノで金メダルを取り、それに続いた真央ちゃんや大ちゃんが、どんどん、メダルをね、世界選手権のメダルやオリンピックのメダルを獲得して、ゆずるくんやしょうまくんの今のね、あと今の香里ちゃんとかの、言ったら、もう、
日本シングルもう盤石みたいな。どこ行ってもメダル絶対日本人いるよねっていうシングルスはっていうような形になってきたわけですよ。だけど、そのずっとずっとずっと前の30年前はみどりさんの時は大変だったわけですよ。言ったら。そのね、みどりさんの時でまた94年のリレハンメルの話していい？ 94年のリレハンメルは、銀メダルが伊藤みどり、金メダルは、がクリスティーナ山口だったんですけど、そのクリスティーナ山口はアメリカ人だけど、東洋系のアメリカ人に金メダル取らせるのはどうなんだっていう物議を醸し出すぐらい、東洋人にとってフィギュアスケートの、メダルって遠いものだったのが、今やシングルでは当たり前じゃないですか。そしてペアの世界では今、りくりゅう頑張ってますよね。ということはですね、はい、話戻ります。ね。ね、もう、今や4対、アイスダンスにも東洋系の流れは来てるんですよ。だから大陸対大陸ってなった時に、この2年前とか3年前とかみたいに、いくらアメリカだからって開催だからって言って、アメリカ で、チームアメリカとカナダの北米チームが独占っていう時代にはならないんじゃないかなって思ってます、私。はい、その流れで万竜も出るし、まだ今年特に。でこれ3つ目、まず前提条件の3つ目、ね、1個目が相対評価、2個目がアイスダンスの歴史、3個目は世界ランキングについてなんですけど、アイスダンスのね、世界ランキングはシングルスと違って、まあまあ参考程度に見てくださいねっていうのが、いうのがちょっと言いたいことなんですね。それがなぜかというと、これまた出します。今年の世界ランキング2022年の、シーズンに一番、今年出された世界ランキング、これなんか引退したハベル・ダナヒューはもう引退するって言ったが入ってないんですけど、休業を宣言してる、パパシゼと、あとシニツナ・カツラポフ、ロシアはね、世界ランキングに入ってます。で、1位が、シニツナ・カツラポフ、2位がギニア・アル・ファブリ、3位が、チョックベイツ、で4位がギレス・ポワリ、そしてなんと5位がパスタギスシゼロ、フランスパシゼなんですね。これから見て、アイスダンスの世界ランキングってって思うと思うんですよ、みんな。皆さん。なんかね、出場する大会、獲得したメダル、そういうもので、世界ランキングが決まっていくので、パパシゼはオリンピック前のシーズン、なんか怪我か妊娠かなんかよくわかんないけど、まあそれがなんか戦略か、まあ、よくわかんないけど休んでるんですね。もちろんその、去年のあれ動画、去年のさっきの四大陸の説明の動画で、怪我する選手、2006年のルール改正から怪我する選手が増えてっていう話もしてるから、そう、それも踏まえての話だと思ってほしいんですけど、今私が話してるのはね。それプラス今回のスキアメリードアンドブルブチュースが欠場したみたいに、今季ね、なんかもう戦略も相まって本当の怪我なのかどうなのかもすらもわからないような状態がここ近年続いてるわけですよ。だからそれが最も象徴されるのが、シニカツが1位でさ、世界ランキング、パパシゼが5位とか、アイスダンスよく知ってる人なんかありえないよね。 普通に。オリンピック通りの順位でしょってどう考えても思うよね。で、ハベダナがいなくなったとしても、パパシゼ1位、2位がシニカツ、3位がチョックベイツ、ギニアルファブリ、それどっちでもいいぐらいの、そんな変わらない感じじゃないですか。なのに。パパシゼ5位ってどういうことよみたいな。なんかそれぐらい、なんかもうアイスダンスの世界ランキングって、なんか、なんかいい加減っていうわけじゃないけど、まあちょっとまあ参考程度に見といてくださいねっていう感じのものだと思ってください。で、これが今期の話につながってきます。で、これで今、前提条件が終わりましたね。で、今期の傾向ですよ。
で、これを踏まえた今期の傾向について、去年の四大陸から、今期のナショナル、今の直近のナショナルまでの、カロリーナ・ポロマネンコ、カナダイ・グリーパーソーズ、ラジオ・アラガ、そしてハリスちゃん、なぜオーストラリアを入れたってみんな思うでしょ？これをね、今から説明していくよ。その書いたこの表を今からずっと貼り付けておくんで、それを見ながらね、はい、説明していきますね。で まずは、分かりやすいところから説明します。今期の傾向として、それぞれのカップルに、表題をつけました。まずは6位争いね、最終グループの6位争いに、争いに敗れたラジオアラガ、で、点を伸ばしきれなかった、グリーンパーソンズ、グランプリシリーズがフィンランドとイギリスに出場したため、ボーナス点をもらったカロリーナ・ポノマレンコ。そして、スケアメで大こけして、マイナス3点ももらってしまったカナダイ。で、相対評価に振り回されるオーストラリアのハリスちゃん。いい、自分でもいいタイトルつけた。 まずはこの6位争いに敗れた、ラジオアラガなんですけど、ラジオアラガは世界ランキング、さっきのね、参考程度にしてね、世界ランキングを見てほしいんですけど、そもそもがもうもともと決まってた、上の5組ですね。どこだった？イギリス・フォーリー、チョック・ベイツ、ギニアール・ファブリー、フィア・ギプソン、で、私が推しで入れたフルニエ・セレーさん。でも、ほぼこの世界ランキング見てもらったら、そこがもう大体入るだろうなっていうのは、最終グループで予想がついたわけです。だけど6組目は分からないとなった中で、可能性があるのが15位から上見てもらったら分かるんですけど、最も可能性があったのはラジオアラガ、ホワイクベーカー、リード、アンブレ・ベツです。この3組だったんですね。で、そんな中、抜きんでたのがホワイトベーカーですね。グランプリシリーズ2戦とも出て、2戦とも出るのがなぜ重要かって説明は、去年の四大陸の説明見てください。ホワイトベーカーが2戦とも出て、2戦ともいい結果を残し、ましてや初戦のスキャメではフリーで、何なんだ、チョックベイツにね、優勝候補、金メダル候補チョックベイツに勝って、圧倒的な点数をつけたと。そう、逆に、リード・アンブレ・ベツですが、このスケアメを欠場してしまったがために、このヨーロッパ選手権でもこの欠場が響いたわけですね。なぜなら、フィンランドのカップルが、自国の ナショナルで銅メダルに入ったからね。彼らは、グランプリシリーズのメダルがなかったわけですね。これ出とったらデリーの無理別ですね。あんだけカナダが潰されたら、2人が銅メダルだった可能性はあるよね。そう。で、ラジオアラガですよ、ラジオアラガ。ラジオアラガはね、これね、スケカナがポイントで、スケカナ、が75点、自国なのに75.94なんですね。しか出てない。でも、去年の、オリンピックは72.59だから、なんか悪くはないんですけど、でも、いまいち点が伸びなかったですよね。言ったら。これ今みんな、リズムダンスの話しかしてないからね。基本的にね。そう。それで結局、ホワイトベーカーとの一騎打ちにラジオアラガは敗れて、イギリスで2位を獲得したものの、スケカナ確か3位だったはず、3位だったはず。で、グランプリファイナル行けなかったと。なので、ちょっとラジオアラガは出遅れ組ですねって昨日言ったのはそういうことです。ホワイトベーカーとの3組で言ったら、リード・アンブレ・
ウィッチですと、ラジオアラガはちょっと出遅れたねっていう、いう話。で、帝王グリーン、伸ばしきれなかったグリーンパーソンズは、この今の表、出してる表を見てほしいんですけど、グリーンパーソンズ4大陸で 80.6 人もらってます。この後にコーチ変わって、チャーリーと今のエルビアンゴスね、の2人になってるんですけど、なんと今年のグランプリシリーズ伸び悩んでるんですね。80.6 に4大陸でもらってるのにもかかわらず、グランプリシリーズ1戦目は 76.13、はい、で、2戦目が、日本 77.00 で、ナショナルは 81.78 だけど、この時はさっきも話したように、ホワイトベーカーが欠場しているので、まあ、ボーナス点もらったと言っても過言ではない。ということで、本当に今シーズン、まあ、コーチが変わって良かったのか悪かったのか、技術的には結構向上してるなって見れるところはいっぱいあるにしても、ちょっと点は伸ばしきれてないなっていうのが、今のところのグリーンパーソンズ。で、次、カロリーナ・ポロマネンコなんですけど、カロリーナ・ポロマネンコは去年の4大陸で 69.35 なんですね。そもそもこの4大陸のね、この表の去年の4大陸注目してほしいんですけど、グリーンパーソンズ1位、カナダ2位、カロリーナ・ポロマネンコ3位なんですね。で、グリーンパーソンズは、80.6 にも良かったからね、この時のリズムダンス。で、カナダはこけたのに 72.43 出てるから、ディダクションついたのに、よくディダクションついてるよね、よく考えたら。ディダクションこんなについてるのにこんなに点もらってる選手はもしかしたらみんな初めてかもしれませんよ。で、なんかついたから72点だったけど、まあ、まあついてなかったら75とか6とか出てもおかしくなかった出来だと思います。でもカロリーナ・ポロバレンコ、まあ、カロリーナ・ポロバレンコってちょっと演技まで忘れたけど、どうだったかな。でもツイズルミスはあったような気がしますね。でも 69.35 しか出てなくて、もともとの自力がこれぐらいかなっていう選手です。で、その後、カナダで言ったら、4大陸の後、72.43、スケア目で 69.67 になるんですけど、この時はディダクション1ついてます。フリーの、リフトの、あれ、タイムオーバーで。で、NHK 杯グランプリシリーズ2回目で 75.10 持ち直し、で、ナショナル上げ点が入って 77.70 なんですね。で、カロリーナ・ポロマレンコっていうのは、カロリーナ・ポロマレンコのね、この前のシーズンの点数調べたので、それも貼り付けとくけど、この、去年の4大陸の 69.35 が決して低かったわけではなくて、その前のシーズンほとんどこう他の何グランプリシリーズとか国際試合ではそれぐらいの点数しか出てないんですよ。で、唯一去年のナショナルも77点出てて、今年のナショナルも77点出てる。そしてさっきも言いましたけど、今年のナショナルは、はい、チョックベイズがのために、アメリカはものすごい点を出した大会だったって言いましたよね。その中で3位かなに入ってるっていうことだから、まあ、ちょっとボーナス点入ってるよねっていうのは分かりますね、普通に考えて。ただそれプラスあと、だからね、カロリーナ・ポノマレンコはね、めちゃくちゃラッキーだと思います。なんでかって言ったら、アサインが今年のグランプリシリーズフィンランドとイギリスだったんですね。さて、フィンランドといえば、そしてイギリスといえば、皆さん何が起こってますか？はい、この間からずっと言ってるように、はい、フィンランドの推しは、そう、もう名前が出てこないけど、覚えることが多すぎんだよ、アイスダンス。トゥルキラル・ウルサリウスだ。トゥルキラ・ベルサリウスが、まあ、トゥルキラ・ベルサリウスにメダル取らせたかったわけですよ。言ったらね。だって初のフィンランド開催のグランプリシリーズじゃない？そりゃ、今ヨーロッパでさ、なんか、ヨーロッパ開催のグランプリシリーズが、
何危ぶまれる中、フィンランドはさ、あんなにお客さんも入って盛り上がってさ、なんか、ね、今回のヨーロッパ選手権もフィンランドだったけど、もう盛り上がってさ、まあ、ISU 的に言ったらさ、もう、何今からフィンランドは集客においても期待の星であり期待の国なわけですよね。そりゃメダル取らせたいよね、フィンランドに。ということでフィンランド推しが強くなった挙句、点数がめっちゃ出たっていうグランプリシリーズ。そこに出場したカロリーナ・ポノマレンコはめちゃくちゃラッキーだったと思います。そしてイギリスはフィア・ギプソンですよね。そう、フィア・ギプソンと、これもフィア・ギプソングランプリシリーズの点数見てくれたら分かるんですけど、フィア・ギプソンとギニア・アルファブリー争ってます。まあイギリス的にはフィア・ギプソンに勝たせたいですよね。ましてや、まあ、そんなにすごく離れてるとはまだ言い難いから、ワンチャンあるかもぐらいの感じなんで、点数的には特にリズムダンスはねっていう力が働いて、フィア・ギプソンの点数を上げるために他のカップルも高い点数が、相対的に高い点数が出たわけですよ。これが最もよく笑われてるのがラジオ・アラガの点数見て、スケートカナダで 75.94 しか出てないなのに、イギリスでは 81.09 出てるんですよ。はい、この質コメントであったラジオ・アラガの点数高すぎて、はい、謎は解けましたね。フィア・ギプソンの点数上げたいがためにラジオ・アラガの点数も上がったと。そう、だから実力としてラジオ・アラガが6点プラスになったというよりは、相対評価、はい、前提条件戻りますね。前提条件1、相対評価、イギリスの他のカップル、イギリスのグランプリシーズンに出場した他のカップルの相対評価で 81.09 になったというのと、そしてここにまたさっきのカロリーナ・ポノマレンコのね、これ全部表にしてあるから表をみんな見てね、みんなで、イギリスのグランプリシリーズ出てたこのカロリーナ・ポノマレンコが75点台、そのラジオ・アラガの次の点数もらったのは、これもまさに相対評価だったからと言えるわけです。だからその証拠に、カロリーナ・ポロマレンコの 前のシーズンの点数は、もうとてもじゃないけど70点台に届くような、あと75点が出るようなあれではないので、ただこのラッキーが、ね、カロリーナ・ポロマレンコはボーナス点をもらって今季確かにラッキーだったんだけど、このラッキーはみんなさ、ずっと続く、なんだろうな、これがベースになってからラッキーでも取れたっていうことはもうすごいいいことなのよ。だからなんかカナちゃんとタイちゃんはね、自力あるのにラッキーが来ないよねなんかなんでなんだろう。いやでもあんなにこけてる割にはすごい点数もらってる方なんだなっていうことは、推しじゃなくても普通に冷静に分析して思ったなんかということで、私が昨日言ったみたいに、まあ普通に自力で比べれば、カナダイとカロリーナ・ポロマレンコは多分カナダイの方が去年の4大陸の結果見てても上に行くだろうから、ね、そんなにカロリーナ・ポロマレンコはなんかそう意識はしてませんっていうのはそういうことです。でラジオ・アラガについてもさっきも言ったようにイギリスで出てる 81.09 はどう考えてもちょっと、出過ぎだなっていう印象はあるので、スケカナの 75.94 ぐらい、まあ出ても80点までぐらいの点数になるんじゃないかなと思います。で、もう一個ナショナルで、だから81点、グランプリシリーズの2回目イギリスで出てるからナショナル84点出てるけど、まあこれもナショナルだからね。だからカナダにナショナルもっと点出せやって言ったよ。77点ありえんわみたいな。しかも美里ちゃんとたけるくんしかいないのに、とかなだいしかいないのに、なんか美里ちゃんたちだってさ75点とかさ、美里ちゃんたちが77点でかなだいが80点とかにしてもいいと思うんだよねなんかそこに文句が来るっていう今そう、だって他のさ他の国はみんなそういうことしてるのに、なんか日本人真面目すぎんだよって思っちゃった
そうそう。だから、ナチュラルの点を気にしないとしたら、まあ、今話したような理由もあり、グリーンパーソンズは、今期ちょっと点数伸び屋が悩んでると。で、ラジオアラガは、まあ、イギリス点数出てるけど、これはちょっとフィア・ギプソンの自国上げ点につられた可能性があるから、全然戦える位置なんじゃないかなって思ってるのが、四大陸ではね、全然、なんか、この3組、でも、僅差にはなると思うよ。みんな。で、あと、ここに、今出してないけど、腕竜も多分入ってくる可能性あるから、これがそのさっき言った大陸ね、大陸の話になってくるんだけど、そう。今、アジア系台頭してるから、そう。で、腕竜と、あとね、オーストラリアにハリスちゃんが入って、これ、一番最後に、表の一番最後にハリスちゃん貼り付けてるのは、そういうことですよ。だから、なんかもうその北米一辺倒ではなくなってるっていうのはそういうことです。で、ハリスちゃんなんで一番右に貼り付けてるかって、つけあめで体に勝ってるんですよね。リズムダンス。で、71点。まあ、ディダクションがなかったら、カナダの方が上だけど、71.58出てるの。でもね、このハリスちゃんの、この四大陸の、去年の四大陸の、で見てほしいんだけど、59.07なのよ。で、スキャーメで71.58っていうわけのわからない異次元の点が出て、で、その後の、何?スケートカナダでは67.68っていう点で、なんとミサトちゃんたちに負けてるんですね。そう。だから、もう 一番かわいそうなのはハリスちゃんです。この中で言ったら まさに相対評価に振り回される、弱小国っていうか、そのフィギュア大国でもないし、ヨーロッパとかアメリカの利権も関係なく、もうなんかただただ周りに振り回されて、天狗を振り回されているっていう状態のハリスちゃん。すごいかわいそう。なんか10点から20点ぐらい、いつも行ったり来たり行ったり来たりするっていう、本人たちもどうしていいかわからないよね。こんなんだったらね。ベストを尽くしますしか言えないと思いますよ、本当に。で、これにさっきから名前出してる腕竜、中国の腕竜で、彼らはもうそのさっきの歴史の話でも名前出したけど、もう金栗の後を継いでアジアで頑張ってきたアイスダンスの青龍だから選手だし、まあかあま何日本だったから、カナダは N 杯は日本のアドバンテージもあって、開催国のアドバンテージもあって勝ったけど、正直その大陸戦になった時、まあ言ったら、北米、カナダ、アメリカ、日本、中国になるでしょうね。で、そこの席の6位までの席に、一体東洋系アジアが何席入るのかっていう戦いなんじゃないですか。カナダイと腕竜両方入るのか、腕竜だけになるのか、カナダイだけになるのか、ちょっとわからない。でももう1、2、3位は決まってるから。3位から6位の中に、3位から6位の中で、まあ、私予想だと、グリーンパーソンズ、まあ、今の成績順で言ったら、ラジオアラがグリーンパーソンズ、そうね。今期だけで言ったら、ラジオアラがグリーンパーソンズ、カロリーナ・ポロマレンコ、カナダイ・ワンリューかな。だけど、この5組で、言ったら3位から、3位、3、4、5、6、7位、7位か、ぐらいまでを争っていくっていう感じになってから、まあ、言ったらヨーロッパ選手権の話にちょっと戻ると、今季のヨーロッパ選手権の、もう、点数見てほしいんですけど、また、リズムダンスのね、80点台のカップルと70点台のカップル、分かれてますと。でも、フィンランド77点、リーダンブルブシス77点、タシュロはタシュレーターも76とかかな。で、ごめんね、今、記憶で喋ってるけど。で、その下の、ロバレバ、フラッスリー。はい、フランス。このカップルも結構僅差なんですよね、そこまでは。リズムダンスだけで言ったら。
という感じの戦いでリズムダンスは行われると思うので、ほとんどヨーロッパ選手権の、3位争いと同じことが、四大陸選手権では4位争いで起こると思ってます、私は。はい、これが昨日までの補足の説明で40分もかかってる頭がおかしいということで、これでちょっと一応ね、皆さんに流れとあと資料と貼り付けますので、それでちょっと見てほしいなと思うけど、もう今日ベトナム最後なんで、今からもう一回私を買い付けに行くので、編集してアップするのはもうちょっと遅くなると思いますで、これはあくまでもリズムダンスの話で、フリーダンスはまたちょっと別の見解があって、はい、ちょっとね、ちょっとフリーダンスはね、あんまりカナダイファンにとってはいい話ではなくなるかもしれないんだけどそれはちょっとまだ今まだ調べてないから、はい、まだちゃんと細かい点数、今日みたいにね、こうやって調べてからまたお話ししたいと思います。ということで、今日も楽しんでもらえましたでしょうか。というか、私がなんかね、あの振り返りになるし楽しいから良かったです、うん、40分も喋ったけどねで、去年私、あの去年のね、四大陸の動画、自分でも見返してもすごいね、アイスダンスの歴史が分かるいい動画だったので、よかったら見てみてください。で、あのね、去年暇だったらしい私、だからね、あのね、あの緊急事態宣言出てたんですよ、この時期広島。だからどこにも行けなくて、仕事もキャンセルになって、暇だったからめちゃくちゃアイスダンスの動画を撮ってたっていう、いうことだったみたいなので、今年はちょっとね、あそこまでのなんか勢いではできないかもしれないけど、なるべく時間が空いたらやりたいと思ってますので。ということで、今回の話も参考にしてみてね。では、お仕事行ってきます。じゃあね、バイバーイ。